幹部であるイギリス人数名が同じ CFA のアフリカーナーたちに拘束されている。その中の一人が救出ターゲット、通称磁石だ。ターゲットの居場所は不明だが、尋問を受けるときに通訳が立ち会うはずだ。諜報班の情報から通訳の居場所を予測し、端末に送っておいた。通訳を尾行してターゲットを発見し、回収してくれ。救出対象じゃない。なぜその男だけが特別なのかは気になるが、ただ他の連中を回収しても問題はないはずだ。通訳を見つけたか。尾行してターゲットを探してくれ。CFA の奴らが同じ CFA のメンバーを尋問するとは、事態は相当に切迫している。奴ら下手に刺激するとターゲットの殺害に踏み切るぞ。何をしている。通訳がいなくなれば尋問もできない。そうなったら奴らターゲットを殺すぞ。仕方ない。こちらで通訳を尋問してターゲットの位置を聞き出す。通訳から尋問場所を聞き出した。あの男、尋問は夜間に行うと。開始まで時間がない。急いでくれ。情報がいるな。尋問をしてみろ。武器を使うときは敵に気づかれぬよう慎重にだ。いいのか。
Extraction arrived at Mother Base.ターゲットが何らかの計画の首謀者だったらしいな。ボス、少し調べたんだが、代理人を通して今回の任務を俺たちに依頼したのはターゲット自身だったらしい。囚われの身で直接の依頼はできなかったにしても、この磁石少し臭いな。先ほどの捕虜もターゲットではなかった。だが奴の話ではターゲットの尋問は夜間に行われると。Development project has been added. Analysis complete.Has been updated. The map has been updated. Extraction arrived at Mother Base. やったな。ミッション完了だ。あんたの力は計り知れん。ボス、回収した磁石だが、他のイギリス人から話を聞いたところ、とんだ食わせ者だった。どうもこの男、 CFA を反政府勢力のウニータから政府側の MPLA に鞍替えさせ、その見返りに MPLA の油田利権を手に入れようと目論んでいたらしい。そしてそれをアフリカーナーたちに隠していた上、立場が危うくなると他のイギリス人のせいにして逃げようとした。最後には捕らえられた挙句、自分だけが俺たちに助けてもらおうと、ひとまず映像にぶち込んでおくが、こいつの説得には骨が折れそうだ。それからボス、磁石から興味深い情報を得た。最近 CFA や近隣の PF が相次いでウォーカーギアを購入しているらしい。あれはソ連軍の新型兵器、しかもまだプロトタイプだ。横流ししているのはサイファーしか考えられん。